日産の技術陣は直列6気筒エンジンという GTR の伝統にこだわってきたが、90年代に入ると全日本 GT 選手権では戦闘力不足を露呈するようになった。全日本 GT 選手権の車両規則では、同一メーカーならばエンジンの積み替えが許されており、日産は軽量エンジンへの換装も検討した。しかし伝統は重く、車重や重量バランスのハンデを負うことは覚悟の上で、 R34 型 GTR は直列6気筒エンジンを積み続けたのである。2000年、技術陣は R34 型 GTR に大幅な改良を加えて戦闘力を大きく伸ばした。2001年型 R34 型 GTR はこの2000年型を基本として空力的改良を加えて仕上げられた。 GTR の武器は何といっても信頼性の高さと操縦安定性である。スピンしようとしてもできないと言われる操縦安定性をより伸ばし、決勝レースの混乱に乗じて上位へ抜け出し、いつの間にか優勝争いに加わるというのが21世紀の GTR の戦い方であった。戦線にはニスモ2台とインパル1台の計3台が送り込まれた。ゼッケン22、ジャナビーヒロト GTR はニスモから参戦した1台で、ミハエル・クルムと田中哲也が乗り込んだ。クルム・田中組は進化したライバル車の性能に苦しみながらも、シリーズ開幕戦で4位、第2戦で3位に入賞、第4戦では同僚のホマス影山組と争い、見事優勝を遂げた。しかしシリーズ後半は上位入賞者に課せられるウェイトハンデとライバル車の勢いに対抗しきれず低迷することとなる。ジャナビーヒロト GTR はシリーズ最終戦までチャンピオン争いに加わったが、アクシデントに阻まれ、結局ランキング5位で2001年シーズンを終えたのである。